こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの全ての疲労は脳が原因という一冊です。これも非常に面白い一冊でした。もし最近ちょっと疲れ気味だなとかって感じている方はぜひ、パラパラとでも見てみると非常に面白いことが書いているのではないかと思います。でもこのタイトルの通りなんですが、相当ハードなことをしなければ実は体は疲れていなくて、疲れているのは脳だということが書かれています。どういうことかというと、疲労と疲労感、感じるの感ですね、疲労感というものは別物で、脳が疲れて感じ始めると、その動くことをやめたくなってしまうということで、実は体は結構疲れていないということが書かれています。で、さまざまなその疲れに関する常識の、嘘ということも分かってきたようで、例えば栄養ドリンクは効かないということですとか、乳酸が疲労物質というものもどうやら嘘ということのようです。ではどのようにじゃあ脳の疲れを、癒すのか、そして疲れに強い脳を作っていくのかということまでがこの一冊で分かりますので、ご興味のある方はぜひ読んでみてください。おすすめです。